こんにちは、よそやマスターです。今週はですね、第55回京成杯についてお話をしたいと思います。京成杯ですが、17頭ですね、頭数も揃っておりますし、まあですね、重賞の、まあ、上位常連がちょっと抜けているということもあって、かなりですね、混戦模様なのかなというふうに思っております。それではですね、過去のレースを順番に振り返っていきますが、一つ目がですね、東京スポーツ杯ですね。でこのメンバーからはですね、3着のソウルインパクト、あと5着のクラージュシチの2頭が出走してくるということになっています。でソウルインパクトとクラージュシチなんですが、3着のですね、ソウルインパクトはですね、中段の外目を追走して外を回っての3着と。なので、まあ、着差考えると0コンマ1差なので、上位2頭がですね、内側通った2頭ですね、これがワンツーだったことを考えると、まあ、勝ちに等しい、かなり強い内容だったのかなという感じがしております。で一方ですね、2番人気ながら5着に敗れてしまったクラージュシーですが、まあ、このちょっと内目ですねの間にて5着と。で味方は2つあってですね、この時はちょっと若干出遅れて、ちょっと位置を取りに行った分ゴール前、伸びをかいてしまったということなので、そういう意味ではですね、この2頭はですね、まあ、着差も0コンマ1差しかないですし、能力的にはそんなに差がないという見方でいいのかなというふうに思っております。で東京スポーツ杯なんですが、先週ですね、この7着のガンチャレがですね、新山記念を勝っていたりとかですね、レースのレベル的にはそこそこ高いので、そういう意味ではですね、この2頭、東京スポーツ杯の上位とですね、ソウルインパクト、クラージュシチに関しては今回も、やはり高い評価を与える必要があるのかなというふうに思っております。で次はですね、ちょっと未勝利戦なんですが、バルビエールが勝った未勝利戦です。でこのレースはですね、結構未勝利戦にしては速いペースでした。でそれをですね、早めに追いかけていって、13番ですね、ここからですね、早めに並びかけていって、1着と。でレースの時計2分1秒9も、馬場を考えると悪くないので、そういう意味ではですね、未勝利勝ちの後の重賞挑戦で人気にならないとしたら、ちょっと妙味のある馬なのかなというふうに思っております。で次ですね、エリカ賞ですね。このメンバーからはですね、勝ったベルーフ、2着のクルーガーが出走してくるということになっています。でクルーガーが先に行っているんですが、こちらが前ですね。クルーガーが好位の院ですね。ここ実はスローペースの院の3番手なので、絶好位と言っていいのかなと思います。なのでこの2着はですね、やはり展開に恵まれての2着の可能性が高いのかなと思っています。で勝った、ベルーフもですね、実は、内に入れて直線内を救っているので、これもですね、うまく展開にはまった感があります。なのでこの2頭はですね、やはり、まあ、エリカ賞でですね、他ちょっと重賞で上位構想した馬を破ってのワンツーだったんですが、まあそういう意味では、エリカ賞のワンツーだけで課題評価は禁物なのかなという感じがしております。まあどちらかというと、やはりスローペースを後ろから差し切った、ベルーフの方がちょっと能力的には上かなというのがこのレースの内容なんですが、まあ、今回ですね、またあの枠順がベルーフはかなり大外枠を引いてしまったので、そう見ては、まあ、もしかするとクルーガーが逆転してもおかしくはないと思うんですが、まあ、この2頭いずれにせよ、このエリカ賞は、うまくロスのない競馬をしてのワンツーってことは頭に入れておいた方がいいのかなというふうに思っています。で次ですね、ホープフルステークスですね。このメンバーからはですね、3着のブラックバゴ、あと4着のソウルインパクト、まあ、ちょっと下もいるんですが、この2頭を中心に見ていこうと思います。で中山のですね、最終週、有馬記念が行われた週に行われたんですが、この日はですね、最内と大外がやっぱりちょっと若干有利だったこともあって、でかつですね、このレースは、かなり、スローペースでした。なので、この3着のブラッグバゴ、ここにいるんですね、ちょっと出遅れて後方にいたんですが、直線もですね、うまく内を救ったロスのない競馬をしたことによる、まあ、に恵まれたというふうに 見方もできます。ただですね、ちょっとここで直線で行き場を失ってですね、仕掛けが遅れたことを考えると、やはりですね、まあ、前回の3着はそれなりに評価が必要なのかなというふうに思っています。で一方ですね、
ソウルインパクトは、ソウルインパクトの実は絶好に似た感じなんですが、ちょっと4コーナーで外に出したんですね。ここから外に出して、出した分だけ、このブラックバゴに負けてしまった4着と。なので、このホープルステークスだけを見るとソウルインパクトとブラックバゴは、互角なのかなと。なので、まあ、トークスポハイ組が先ほど言ったようにクラージュシーも含め強いと見ればブラックバゴもですね、この内を救った展開に恵まれたとはいえ今回もそれなりに注意が必要なのかなというふうに思っております。で最後ですね、この今年に入って行われた、500万特別ですねのメンバーからはですね、タケル・ラムセスが出走してくると。でタケル・ラムセスなんですが、まあ、ちょっとあと人気馬いますね。この1番ブライト・バローズですね。この2頭を見ていきましょうか。タケル・ラムセスは実は8枠10番からのスタートで外を回したような感じにも見えるんですが、実はですねここですね、後方の内側にポツンと気分よく追走させて直線だけちょっと外目に出しての1着と。なのでこのレースもですね実は、展開に恵まれての勝利という見方もできるのかなと思います。で一方ブライトバローズもですねインド3番手の絶好位を走っていてちょっと直線打ちすくった時にこの逃げた馬に締められた感じがあって厳しい競馬にはなったんですが、やはり足があれば抜けていたようにも見えたのでちょっと今回メンバーが強くなるとどうかなという感じがしております。なので、この、1月5日に行われた、この500万特別のメンバーからはですねこの2頭なんですが、まあ、勝った、このタケル・ラムセスが2戦2勝なので能力的にそこを見せていない点を評価して、そこそこ高い評価を与える必要がある。で一方この、ブライト・バローズはやはり前回内容を見るとまあ、ベリー騎手で1枠なのでね今回も、まあ、どこまでといった感じなんですが、やはりちょっと、まあ、抑え程度の評価でいいのかなというふうに思っております。最後ですね、展開を見せしながら一頭一頭解説をしていきますが、やはり今回もマイネル・シュバリエの短期逃げになりそうです。で同じようにフォワード・カフェが前回と同じように2番手に行くとやはりペースとしてはかなり落ち着いたスローペースになる可能性が高いのかなというふうに思っております。ちょっと内から一頭一頭いきますが、1番のクラージュシー、前回トースポ杯でですねソウルインパクトに負けたんですが、まあ、1枠を生かしてですねスローの後位のインを走れそうな点を考慮すると、まあ、ソウルインパクトを逆転してもおかしくないのかなというふうに思っております。で2番のブライトバーローズ、前回見るとちょっとこのくらい重賞では厳しいかなといった感じもするんですが、前回の敗戦がやはりうちでちょっと、行き場を失ったと見て今回インの3番手の絶好位でスローで流れた場合には若干注意が必要なのかなと思っています。で3番4番は厳しいでしょう。でクルーガーがですねやはり前回インの3番手のスローの展開に恵まれたので、そういう意味ではですねやはり今回も相当展開に恵まれないと厳しいのかなと思います。でイーテンホールちょっと芝やってみなきゃ分かんないんですが、まあ、決闘的にも走る可能性は低いのかなと思っています。でブラックバゴ、先ほどお話したようにホープフルステークスはちょっと内で詰まった点を評価すると、まあ、強かったと見ることもできるんですが、一方で戸田騎手がロスのない競馬をしたと見るとどうかなといった感じなので、まあソウルインパクトと前回互角と見ればやはりトースポハイ上位の1、クラージュシーを含め1番7番13番は今回も、注意が必要というふうに思っております。でタケル・ラムセス、前回はどんじり強襲がうまくはまったんですが、今回やはり頭数が増えて内がうまく開かないとかいうことを考えると、まあ2戦2勝で未知の魅力はあるんだけれども、それだけで、絶対するのはどうかなといったところでしょう。で5枠2とはちょっと先行しても厳しいでしょう。11番は前回負けすぎですね。でバルビエールは、先ほどお話したように前回の中山の未勝利だけ走れば通用するのかなと思っています。でソウルインパクト、やはり、トースポ杯の3着も内容いい。で前回もですね、ちょっと直線で外出した分だけ届かなかったと見れば、前回よりはメンバーが落ちている、ここ2回よりはメンバーが弱いと見ればですね構想必至かなと思っています。で14番はちょっと厳しいでしょう。でコスモナインボール、唯一のですねこれ3勝馬ですね、実績断然なんですが、どちらかというと、2勝目3勝目ともにですね、
3勝目のレースでは離れた2番手、その前のレースはですねうまく、馬場がかなり内側が荒れていてばらけたですね、コースロスのない展開で恵まれたと見ると、まあ、3勝馬の実績だけでこの馬を高い評価するのはどうかなという感じがしております。で16番ザイディックメア、これもですね一応、未勝利が阪神のやはり関西のレベルの高い未勝利なんですが、どうですかね、やはり外も暴らされそうな点を評価考えると、まあ、ちょっとメンバー的にも苦しいのかなと思っています。でベルーフもですね先ほどお話ししたようにかなり展開に前回恵まれたので、前回の勝利で人気になるんであれば、ちょっと評価を下げるのも一つの手なのかなというふうに思っております。一応こういう形で17と分析しております。で実はかなり、混戦模様です。なので、ちょっともう一回ですね力関係だけじゃなくて土曜日の馬場かつ展開を考慮してどちらかというと力よりもそちらの方が結果に大きな影響を与えそうな気もするので、馬場と展開をもう一度考慮して最終的な判断予想をしたいと思います。無料会員の方はここで終わらせていただきます。また来週楽しみにしていてください。ここから有料会員様専用でお届けしますが、今